シンデレラリーグ選手紹介の動画です。今回は A ブロック4人の方に来ていただきました。じゃあ早速、質問していきたいと思います。せーの、パンドン。はい、篠原さんが自由、里中さんはとにかくリーチ、たまりたまりを、鶴見さんが自由 型、山田さんがコネコネ、猫じゃないよコネコネっていうのは山田さんどういうことですかね。コネコネはまっすぐ手を進めずにコネコネするのが好きですちょっとこう手役を目指してみたいな。そうです、こねります。あ、こねらーです。じゃあそこをちょっと見てほしいみたいな。はい、なるほど。自由が2人いて篠原さんと鶴見さんすいません、かぶっちゃいました。はい、ちょっと微妙に違うんですけど、鶴見さんはなんか水泳クロールですか。クロールクロールだ。自由型なんでも何でもやりますと何でもやるってことですね。私は何でもやるぞというところで自由型にしました。篠原さんも何でもやる。はい、そうですね、はい、一緒だ。一緒です、はい、そして里中さんは私はリーチを打つのが好きですね。ほうほうほう。でもちょっと黙るみたいな、ちょっとこれから対局なんで牽制しとくみたいな、はい、どうかなすでに戦略があるかもしれないですね。わからないです、はい、あいつ全然リーチしないぞみたいなあるかもしれない。あるかもしれないですねはい、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。はい、どうぞ。千葉さん、度胸、はい、坂野さん、全部ちゃんと見てね。鶴見さん、こんな時ある。山田さん、ブチギレリーチはい、というわけですが、山田さんはブチギレリーチ、なんか、キャッチコピーがブチギレリーチガールということで、はい、モーションが怒ってるように、切れてるように見えるそうなんですよ。あ、それがその絵ということですね。そうです。このサウスポーですか。いや、違います。あ、左手で描いちゃってるだけかわいい。ちょっと左で描いちゃいました。強打ってことですか。いや、あの、気合の入ったリーチです。気合入ってるじゃない、強じゃない、もちろん上流プロですからね、はい、鶴見さんはこの口が口がね、ちょっとそうですね、うんうんうん、まあ、こういう時もありますよって感じです。じゃあそこはスクショで撮ってね、鶴見さんに送ってください。はい、はい、で里中さんは全部見てねということで。なんか顔芸が結構ひどいって言われるんですけど、はい、なんか顔芸別に見てほしくなかったんで、うん、あの全部にしました。なるほど。で篠さんは同郷と、はい、結構全次見に行くってことですか。そうですね、心がけてるんですけど、もともとピヨピヨなんで、最近ちょっと気合い入れていくとこ行かないとっていう打ち方になるほど、はい、はい、ということを注目してみてください。どうぞ。篠原さん、漫画、里中さん、ラブライブサンシャイン、シャイニー、鶴見さん、だし巻き卵作り、山田さんが、ゆで卵、飽きてきた。卵がまた、かぶってますけどね。卵かぶり。麻雀界でおはやり。おはやり、卵。なるほど。はい、どうぞ。さあ、愛でお金では生まれる。300億もらって一生誰にも愛されないなら、31億人に愛されてみんなから1日1円も行くんでもらうして愛ですね。はい、はい、やっぱまあ普通愛なんですけど、鶴見さんはちょっとよく分からないんで説明してもらっていいですか。それ愛とお金どっちかなんて選べない、どっちも欲しいぞということです。なるほど、はい、ありがとうございます。というわけでですね、これで皆さんのことがね、よく分かったでしょうか分かったのか分かんないですけどというわけでですね、この今日はこの A ブロック4名で、対局が行われますので、皆さんご覧ください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。